はい、今日は1週間で2度目のキンテックスです。今日はカフェショーとホテルショーの方に来てみました。それでは入ってみたいと思います。本日の入り口はちょっと遠いですね。ホールの9と10とかでやるので、こちらまで約5分10分ぐらい歩いてきました。こちらがホテルショーですね。そしてこちらがカフェショーになってます。こちらの方がちょっと人気があるみたいですね。はい、それでは入ってみたいと思います。こういう感じになっています。こういういろんなチェックがあるみたいですね。はい、こういう感じになっております。結構上から見ると結構かなり立派に見えますよね。人でも結構たくさんいるように見えます。それでは楽しんでみたいと思います。今日はホテルとコーヒーが一緒のイベントみたいですよね。こちらは、ベッドであったり寝具とかですね。まずはホテルの方からなんですけれども、いろいろありますね。こちらの方にはね、こちらは、ロボットですね。ユニークな感じのもの結構たくさんありますよね。こちらは、美術関係のところです。あちら側がコーヒーのイベントです。でこちら側がホテルのイベントなので、全然やっぱりコーヒーの方が人気があるんですね。こちらマカロンの専門のお店なんですけどね、結構美味しそうですね。これコーヒーマシーンみたいな感じです。結構人が集まってますね。結構美味しいものがたくさんあるみたいですね。こういう感じで試食試飲ができるところには人が多いですね。こういう感じでユニークなお店なども結構たくさんあります。こちらも結構ユニークなカラフルな色ですね。こちらもちょっと飲んでみたんですけど結構美味しかったですね。こちらはいろいろありますよね。こちらで、紅茶の方を飲んでみたいと思います。有名な人なんでしょうかね。はい、こちらはスタジアみたいな感じになってますね。こちらでなんかイベントみたいなのが行われるのでしょうか。こちらは小さい、ショップたちが結構競っているような感じでしょうかね。どのコーヒーが美味しいかって感じですね。こちらはいろいろコンテストみたいなのやってるみたいですね。はい、すごいですね。だいたい1時間半2時間ぐらいちょっと見てみたんですけれども、結構まあいろんなところで同じような顔ぶれがあるような感じですので、そろそろ行って私のイレさんに住んでいる友人の方に会ってみたいと思います。それではお疲れ様でした。